今回は福袋を買おうか悩んでる赤ちゃんイッチの正体に困惑するユーザーの反応を紹介します。ここだけスレぬしおかいよちよち初心者マスターだと思って福袋課金に誘惑するスレ。かわいいよちよち？一体いかなる予知能力なのか？関係ないかえ。もっと可愛がって、こんなに可愛い初心者マスターなんだから。1万課金するのが一番安いぞ。おおよしよしいい子ですねー。で、実際は何年目マスターなんです？7年目マスターです。でも7年目だからって赤ちゃん扱いされちゃいけない法律はねえよな。クソボケがずうずうしすぎるいくらなんでも。まあ確かに7歳児ならギリ赤ちゃんとしてよちよちできそうだけど。7歳ってもう小学生なんだよな。7歳なの？かわいいね。おら課金しろ。何時は力を欲するか？ピマルヤ先生のフェニちゃん。ピロヤ先生知ってる高初心者扱いは無理よ。80年のゲームで7年ってむしろ子さんプレイヤーじゃねえか。やだ赤ちゃん扱いされたい。課金怖くないよってよしよしされたい。これ以降のプレイヤーの方が絶対に多い経歴で草。赤ちゃんプレイを求めるな。もう福袋で老吉狙っちゃえよう。はいはいよちよち課金しましょうね。これ以降のプレイヤーの方が絶対に多い経歴で草。プレイ歴1年の赤ちゃんマスターの俺が7年の子さんマスターを赤ちゃん扱い？むしろスレ主の方がいろいろなよちよちマスターを助ける側なんだぞ。恥ずかしくないのか。随分育った赤ちゃんだな。4年なんすけどもバブ一ついいすか？先にこっちをよしよしして。もしかして周回しすぎてノーガルだったマスターが集まっている？このスレ年末の化け物かな。待て落ち着け。7年前にインストールしただけでまだ一部もクリアしてなければ赤ちゃん可能性あるぞ。スレ主より1年だけ早く始めただけだから幼稚園児くらいの扱いをしてもらわなきゃ。サイコさんマスターがよー。つまりギル様に星4もらえなかったマスターならよちよちされる資格があるってことだな。あれって2017年くらいじゃなかったですかね。ギル様の星4配布は2015年の9月だぞ。バブちゃんっていうには化け物すぎる。よちよちする要素がない。ほらマスターレベルまだ30とかかもしれないし。マスターレベル168だけど赤ちゃんだから。あとちょっとでガンストじゃねえか。お兄ちゃんなんだからしっかりしなさいマジで。お金払って生後引く。お金払わないで我慢する。お兄ちゃんなんだから自分で決めなさい。思ったよりおじいちゃんだなマスターレベル。それは赤ちゃんというにはあまりにもベテランすぎた。年数が古く、マスターレベルが高く、キモく、そしてあまりにもスレ立てが大雑把すぎた。まだ課金初心者の可能性もあるしないだろうな。むしろここまで無課金だったらある意味すごい。バブー私はいつ始めたかマシュの取得日を見たら2016年だった。ギリギリ赤ちゃんだな。えれい年末の化け物が出てきよった。スレミンになんてものを求めてるんだよスレ主は、どういう気持ちなんだよ。あ、マスターレベル169になったバブ。バブちゃんはもしかして周回してるのかな？赤ちゃんならコツコツ周回してんじゃねえよ。一応聞くけどバブちゃんは今回どれぐらい開けたのかな？赤ちゃんだから355箱だけ。矢印ここに例のノップの画像。謝れ10箱でいっぱいいっぱいの本当のバブちゃんマスターに謝れ。このスレ見て笑ったせいで宝具誤爆しちまった。バブちゃん今一緒に周回してる人たち見せて。いいよ。バブちゃんはなぁ、泥霊層を全部突入できねえんだよ。海猫のベアトリーチェみたいな言い方やめて、もっとほぼさんみたいに言って。バブちゃんは海猫呼んでないのよ。このドクロートが、常にズーズーしさの上限を更新していく。いいかいバブちゃん海猫は今から17前なのよ。アニメでさえ14年前なの。今のバブちゃんが知ってるはずないわ。まあでも一周回ってバブちゃんかサクラン。バブちゃん好きなサバ教えて。ジェンヌダルクオルタサンタリリーちゃん好き。ジェンヌオルタも好き。わかるまん。もう少しバブちゃんも装ってもらえんか？無理よそれで赤ちゃん扱いしてほしいわ。お兄ちゃんなんだからしっかりしなさい。お兄ちゃんってかもうおじさんなんじゃ。お兄ちゃん箱は何箱回るつもりだったの？お兄ちゃんじゃないもん下の兄弟欲しいなんて言ってないもん。本当は500箱だったけど400にする。周回するのも大事だけど早く寝なさいバブちゃん。バブちゃんは寝る時間ですよ。年末には魔物がいるんやな。そもそも FGO バブちゃんは周回すらままならねえんだよ。ラッセ筋伸ばしな。おばちゃんかもしれん。末期で草。私はスレ主の1年ほど前からマスターやってるけど、
マスターとしての経験レベルはスレ主のが上、つまりスレ主を先輩と呼ぶべきなのでは？まあたくせの強いマスターが出やがったな。歴7年先輩マスターが赤ちゃんなら歴1年半の私まだ生まれてすらないことになるんですが。結局福袋引いたのか？スレ主。引いたのかどうかだけ気になる。仕方ないな、白 B 全体宝具1引いてスカンダルが宝具2になりました。バイバイプーサー。いいじゃないか、父親としてはあれかもだが豪快に甘やかしてくれるぞ多分。俺からしたら羨ましいけどどんまい。次回狙おう。お疲れ様、次で出そう。一致的にはプーサー以外はお目当てではなかったのかな。全員チキでもバレンタイン聞きたいよ。頑張ってねー。仕方ない。でも応援してるぞ。